ルフィたちが仲間の奪還を目指して動くのと時を同じくして、白ひげは各地の海賊団に協力を呼びかけ、戦力の強化を図っていた。その一方で黒ひげ連合もエニエスロビーやインペルダウンなど政府の大規模施設を陥落させ、その成長の勢いは止まることがなかった。全く油断できない情勢下で、ゾロとサンジの奪還を目指すルフィたちは、ティーチがいるというエニエスロビーを目指して航海を続けていた。その途上、とある港町で囚人たちを追い回すインペルダウンの監視たちを目撃する。な、監視たちが囚人を追いかけているようだがね。こんな場所に監獄の監視どもがいるなんてのは普通じゃねえ。奴らも黒ひげ連合に下ったってことかよ。以前のティーチならマゼランに手も足も出なかっただろうが、奴の力はそこまで強くなりやがったってことか。おい、ビスタだ。あそこにビスタがいるぞ。ビスタが？本当だよ。こんなところに。まさか連れ戻しに行こうというのかね。そんなことではいつまでたっても。うるせえ。仲間よりも大事なもんなんてあるかよ。そうだよい。おやじ、行かせてくれ。行かせねえわけあるかよ。ミスターは俺たちの家族だぜ。しっかり連れ戻してきやがれ。囚人どもを絶対に逃がすな。この場で処刑しても構わん。行かれちまった監視どもを蹴散らして、今度こそビスタを連れ戻せ。見りゃ囚人たちも結構な玉だぞ。やはり味方に引き入れられりゃもう物だな。伝説のバギーさんでは、しばらくしたら一気に畳みかける。
いつでも出られるように準備を整えておけ。海兵まで来やがった。
出番だな。いけるぞ。邪魔しているのは白姫と麦わらか。奴らには地獄を味わってもらう。マゼランの毒はやべえぞ。そうだ、サン、出てこい。これなら止められるよな。毒物で止めてやるだね。ガンドルの能力者か。奴に抜かれては面倒だ。先に始末しておけ。伝説のクルー、大海賊、道家のバギー船長だろ。確かに俺だが。おあんたがいりゃ怖いもんなしだ。俺たちを部下にしてくれ。えバギー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 。こりゃ起死回生のチャンスかもしれねえぞ。静まれ派手バカ野郎ども。おめえらこの俺に命を預けてみるか。キャプテンバギー、俺たちはあんたについてくら。いや行くぞ野郎ども。新生バギー海賊団旗揚げじゃ。キャプテンバギーに続く。それやがったな。元気そうじゃねえか。ここは一つ海賊同士手を組まねえか。勝ったね、挙動だぜ。痛い目を見せなければ話が通じないか。よっ。
舐められたものだ。じき
直に俺が刑を執行してやる。
たな伝説が今日幕を開けた。野郎ども勝ちどきを上げろ。これで散った戦力が増えたろうぜ。やれ。やったな。やっほー。よっ。海賊の王者は一人で十分だ。親父、すまねえ。俺はとんでもねえことを。許せよビスター。息子一人守ってやれねえとは俺も衰えたぜ。悪いのはティーチの野郎だ。早くなんとかしねえとな。親父、エース、すまねえ。そんで、なんでお前ここにいるんだ。白ひげにどうしてもと頼み込まれちゃ、俺の男だ。力を貸してやろうと決めたのよ。天下目前まで上り詰めた大海賊同盟の元名手である俺様が来てやったんだ。大船に乗ったつもりでいやがれ。その同盟をあっさり黒ひげに乗っ取られたんでしょ。だがそれも事実だ。黒ひげのやつをぶっ飛ばすまで収まらねえんだよ。じゃあ一緒に戦おう。黒ひげをぶっ飛ばしてえのは俺だって同じだからな。え？お、おう。でもそれにはゾロとサンジの力がいるんだ。先を急ごう。エニエスロビーで二人が待ってる。